2枚の折り紙を使って折ります。まずは、折り紙を三角に半分に折ります。これを開いて、真ん中の筋に右下の部分を合わせて折ります。これをこのように上に閉じたら、 今度はこの部分を下側に合わせて折り筋をつけます。これを開いて裏返して、この右下の角をてっぺんに向けて折ります。これを上下ひっくり返して、この部分をこの折り筋に合わせて、 このように折ります右側の先端はこの筋に合わせてだいたい2.5センチくらい折ります表にして次に耳の部分を折っていきます折り紙を三角に半分に折ります これを縦にしてさらに半分に折ります。これを下の角と上の角を合わせてさらに半分に折ったらこの部分の一枚をこの筋に合わせてこのように開きます。これを 合わせて、この状態で顔を描いていきます。真ん中より左から耳の先端までに線を引きます。下側にも同じように線を引きます。 目の中に黒目を描きます。黒目の中に瞳を描きます。次に、鼻先に鼻の穴を描いたら、下側に口の線を引きます。 次にハサミを使ってこのまぶたの部分の線をこのように切り取ります次に色を塗っていきます。薄い緑で 黒目の内側を塗ります黒目の中は黄色で塗ります黒いペンで瞳を描き込みます目の周りを縁取りして 白目の部分をすべて黒で塗りつぶします。口の線をなぞります。 鼻の穴も書き込みます。次に。紫のペンで。耳の先端側を塗ります。これを。 組み合わせて、この部分を開いて、この位置でホチキスで留めます。これでミライドの完成です。